はい、どうも、哲学とです。今回はですね、時間がね、ないけど、ディアブロ3で、遊びたいという方向けに、1日10分でも楽しめるディアブロ3の遊び方というテーマでね、お話ししていこうかなと思います。まあね、なかなかこう、社会人の方とかね、学生の方とか、細切れの時間の中でゲームしてるよっていうね、方も、結構多いかなと思いますので、ディアブロ3ってなんかいろいろと、動画見てると、数千時間単位で楽しめるとかさ、そういう話も、出てきてるので、時間のないは自分にとってはなんかあまり向いてないゲームなのかなと思われる方も、いらっしゃるみたいなんですけど、全然ねそんなことはなくてですね、1日10分でも、むちゃくちゃ楽しめる、ゲームになってますので。その遊び方、特にもう本当に細切れにプレイするときにいいよっていうね、話ができたらいいかなと思ってます。で、まずですね、ゲーム買って、まずはね、ストーリーモードやっぱりやってみてほしいなっていうことをね、前回の、もう完全に、初見の方向けのね、遊び方のガイドのね、動画の中でもご紹介させていただいたんですけども、やっぱりね、ストーリーモードは1回はやった方がいいのと、基本的にはですね、このゲームはですね、3ヶ月から4ヶ月ぐらいの、単位で、期間限定でこう、レベル1から用意どんでこう、キャラクターを育てていくシーズンキャラクターというものと、あとですね、期間限定の要素は、特にない、ノンシーズンキャラクターというね、通常キャラクターと呼ばれる、キャラクターと2種類、大まかに分けて、キャラクターのね、モードがある。さらにその、死んだら終わりのハードコアモードっていうものもあるんで、実際は4種類のキャラクターが、いるわけなんですけど、最初はね、死んだら終わりのハードコアよりは、ソフトコア、の方で遊んだ方がいいと思いますので、ソフトコアで始めたとき、シーズンとね、ノンシーズン選べるんですけども、ノンシーズンで始めた場合は、基本的にストーリーがそもそもね、スキップできないんで、一回でもストーリーモードをクリアしないと、クリア後コンテンツであるアドベンチャーモードって遊べないので、ストーリーモードをね、細切れにやっていくのがいいかなと思ってます。で、ストーリーモードもですね、ワールドマップ上にある、ウェイポイントごとにね、ストーリーが進んでいくような感じになってて、一章がね、かなり、中ボスを倒すまでみたいな感じで、区切られた形になってますので、一つ一つこうストーリーのねクエストをこなしていくっていうのをやってもらえれば、ゆっくりめにやっても、一つのクエストやるのを、10分前後で終わっていくので、10分ずつ毎日ストーリーちょっとずつ進めていくっていう感じでやっていくのが、いいかなと思います。で、その時間もないよっていう方はですね、最初から、シーズンモードというものを選んで、シーズンキャラクターというのを選んでもらうと、シーズンキャラクターはですね、ストーリーモード何回もやったことあるよっていう方向けのね、ものになってきますので、ストーリーもね、レベル1の状態から、カットして進めることができるので、どうしても時間ないよっていう人は、アドベンチャーモードで最初からキャラクター作って、レベル70まで育成してもらうっていうのがいいかなと思います。レベル70以降のね、パラゴンレベルというものに入っていくと、キャラクターの強化もね、一気に進むようになるので、いいんですけど、このシーズンキャラクターでレベル70までね、効率的に育てる方法については、シーズンのスタートダッシュのね、動画というものが、非常に参考になりますので、概要欄の方にね、リンク貼っときますので、そのスタートダッシュの、かけ方というか、スタートダッシュの方法を見ていただければ、レベル70までもね、結構早めに、育てることができると思いますんで、まずはスタートダッシュの、動画見て、一気に育てちゃうと。その方法を使えば、最初の方でもね、ストーリーモードって大体10時間ぐらいか、最初かかるかなと思うんです。
ですけど、まあ、そこをまあ3時間ぐらいでできたりもするので、まあできればストーリーモードやってもらうことをお勧めしたいですけど、どうしても時間がないという場合は、スタートダッシュ動画を見ていただいて、まあ、一気に育てちゃって最後のエンドコンテンツやってもらうのがいいかなと思います。今このね、まあ、動画撮りながら回しているこの GR というものになりますと、まあ、そもそもですね、これ時間内に、どれだけ早い時間で、このね、ダンジョンをクリアするかっていうモードになってきて、まあ、もともと制限時間がね、今左上のところに、14分52秒とか出てると思うんですけど、まあ、15分以内にクリアしろっていうものになりますので、もちろんね、早く回せば、今だいたい2分3分ぐらいで回してると思うんですけど、まあ、遊べるようになって、どっちかというとストーリーの方をやってる時の方が時間がかかると。まあ、当然ながらその、さっきお伝えしたように、一つのミッション、ストーリーの一つの区切りは、まあ、すごく短く設定されているので、まあ、かなりね、短い時間でも、ストーリー、ゆっくり進めていくことができると思うんですけど、まあ、どっちかというとね、クリア後のこのコンテンツに入っちゃって、装備品揃え終わっちゃったあたりからが、まあ、時短プレイというかさ、短い時間でも遊べる、ゲームモードになってくるかなと思いますので、時間がない方はね、むしろもう一気にこう、クリア後要素まで進めちゃって、クリア後要素をね、こう毎日ちょっとずつ進めていくっていうのが、いいかなと思います。まあ、すごくね、短時間プレイでもいろいろとこう、目標の設定の仕方ってあると思うんですけど、まあ、ハクスラゲームってレベル上げとかも含めてなんですけど、やっぱり10分間やっただけでさ、全然違いがあるので、まあ、新しい装備品がね、ポンと出ることもあるし、まあ、そもそもこのレベル上げですね。結構ディアブロ3は、まあ、レベル70以降のね、このパラゴンレベルっていうのが、むちゃくちゃ、まあ、上限が、高くに設定されているので、まあ、基本的には、普通にプレイしてたらカンストしないような、設計になっているので、まあ、結構こう、一回ダンジョンクリアすると1レベルぐらいずつ上がっていくとかさ、そういう感じになっていくので、まあ、1日ちょっとずつでもレベル上げれば、まあ、ビビたる成長だけど、その蓄積が結構さ、キャラクター強化に役立ってきますので、まあ、10分でもやるとね、まあ、楽しいかなと思います。なので、なんだろうな、時短プレイに関しても、とにかくね、あんまりこう人と比べないのが結構大事かなと思います。まあ、当然ながらその、まあ、こういうゲームって言っちゃあれですけど、時間かけた人が、強くなるゲームなんで、もちろん長時間プレイすればむちゃくちゃ強くなることできるんですけど、まあそもそも時間がない時点でやっぱりそういう競争に乗っかることにあんまり意味がないと思うんで、どっちかっていうとこうこのキャラやれて面白かったなとか、まあ今度時間できたらこっちの違うキャラクター育ててみようとかね、そういう遊び方の方が多分楽しいと思うので、私もまあ、ディアブロ310年、もう、プレイしてるので、なんていうのかな。まあ、比較的、こう、動画撮ったりとかさ、そういう余裕が今はありますけども、まあ、そういうこともできなくて、まあ、帰ってきてちょっとこう、ああ、今日ディアブロやりたいなー、みたいな感じで立ち上げて、まあ、30分だけプレイして、まあ、風呂入って寝るみたいなさ、日も結構あったんで、なんていうか、やりたくなったらちょっと遊ぶ。っていうのにもすごく適したゲームなんですよね。ただストーリーモードとかあと装備揃えるですとかってね、そういう過程ってまあ結構まあそうは言っても時間かかるんで、まあとりあえずね装備品組み上げちゃうっていうのがいいかなと思いますので、まあ時間のない方はね、私のビルド解説動画というものの中にまあ、全種類のね、まあキャラクターのセットアイテムの組み上げ方一通りね、紹介してありますので、まあ、その中からこう自分の戦闘スタイルに合ったものですね、
戦闘スタイルというか、まあ、好みに合ったものを、まあ、チョイスしてもらって、で、まあ、その装備品の揃え方とかも全部ね、詳しく説明してますので、まずそれをね、揃えてもらっちゃえばいいかなと思います。まあ、それももちろん、なんていうの、短い時間、まあ、30分ずつとかで、ね、やっていけばいいと思うんですけど、このゲームすごくね、装備品揃えるの楽なゲームなんで、まあ、多分私が解説してる動画のアイテム全部揃えるの、まあ、多少手間取っても1時間2時間あればね、まあ、大体なんか哲学とか挙げてたアイテム全部集まると思いますので、まあ、ビルド解説見てこれ面白そうだなっていうものがあったら、それ一つ選んでもらって、まあ、ちょっと動画ね、解説詳しめになってるんで、なんていうのかな、ちょっとまだろこしいかなと思うかもしれないんですけど、まあ、その順に揃えてもらえれば、集まるようになってますので、まずはビルド解説か好きなやつ選んでもらって、で、まあ、その装備を揃えてもらうと。で、あとは、まあ、好きなだけこの GR と呼ばれるね、ダンジョンを回してもらうと。感じですね。なのでね、ディアブロ3はすごく、まあ、ライトにも遊べるゲーム性っていうことを大事にしてきた、ゲームなんで、10分では遊べますので、まあ、ゆっくりやってもらえたらいいかなと思いますね。まあ、なんだろう。結構私もストレス解消がてらやってたことも多いので、なんていうかな。特に時間がないけど、ちょっと10分だけ気分転換したりとかさ、そういう時にもすごくいいゲームだと思いますので、ぜひね、なんていうかな。まあ、今日お話ししたような内容を踏まえて、まあ、できればストーリーモードやってもらいたいけど、もし時間がなければスタートダッシュ動画を見ていただいて、まあ、シーズンキャラクターで一気にこの、レベル70のキャラクターを育成してしまうと。で、その後、まあ、好きなね、装備品ビルドを組み上げていくわけになるんですけども、まあ、どれが自分が好きか分かんないよっていう方はビルド解説の動画とかね、見ていただければいいかなと思います。まあ、最近ね、冒頭に戦闘シーンっていうのかな、そのキャラクターを使ってる時の映像っていうのを差し込んでるんですけど、古いね、ビルド解説の動画とかだと、最初ずっとこう、まあ、私がくっちゃべってるさ、解説がすごく長くついてたりするんで、後半の方に必ず戦闘の、プレビューっていうかさ、ダンジョン内でどう戦うのかっていうことの、解説がついてますので、そこのね、先頭の部分だけに、こう、一気にこう、シークバー伸ばしてもらって、飛ばしてもらってね、そこの先頭のとこ見て、この先頭が、こういう先頭スタイルが自分に合ってるのかどうかっていうとこ、まず見てもらってから、ビルド解説の、細かい内容を見ていくっていうね、見方も、いいと思いますので、まあ、なんていうのかな、動画コンテンツって活字のコンテンツと比べて結局、まあ、情報の、取り方がこう時系列的になってるんでね。まあ、目次とかそういうものもさ、活用してやっていくっていう方法もあるんだけど、やっぱり、取りたい情報だけ取るっていうことにあまり向いてないメディアではあるので、そこはね、なんていうのかな。ご了承いただきたいというところはあるんだけど、まあ、まず戦闘シーン見てみて、あ、これ楽しそうだなってなったら、詳しい解説の部分見ていただいて、装備品揃えてもらうと。で、その後は、まあ、15分の制限時間があるね、まあ、グレーターリフト。まあ、1回でも2回でもね、時間のある限り回してみるっていうのが、まあ、短時間でプレイする上では、大事なことに、楽しい要素になってくるかなと思います。そしてですね、短い時間で遊びたいというプレイヤーに、特にですね、おすすめのイベントが、2023年の2月の6日までのね、期間限定で今行われてましてですね、グレタリフトっていうとこをクリアすると、大体2回クリアすると1個のね、確率で、このお祝いの贈り物というものはね、ゲットできるんですけど、この中にですね、このね、コスメティックのアイテムですね、翼のこのコズミックウィングという超低確率でしか入手できない翼とか、あとこのね、ペットですね。今つけてるこの、ユニコーンとかね、も含めて20種類ぐらいのペットが出たりとか、あとね、武器の見た目ですね。武器の見た目って、
まあ、ここのね、ミリアムさんのところで変更できるんですけど、武器の見た目の、なんていうのかな、パターンとかね、そういうものがドロップする、このね、イベントがこのホリデーイベントっていうのがやってますので、まあ、特にね、こう、時間ないなっていう人でも、この、2回回せばこの報酬がもらえて、その中からペットとかウィングとかそういうものを入手できるようなイベントが2月6日までやってますので、まあ、ぜひぜひ、まあ、忙しい方こそ、今ディアブロ3すごく楽しめる時期になってますので、GR、たくさん回してみてほしいなと思ってます。はい、どうも今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。